おはようございまーす。ティネット申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。皆さん思うんですけど、自分も疑問に思ったんですけど、実況者のデスク周りって一体どうなってるんでしょうね。気になりません？そこでね、私は問題提起をしたということで、自分のデスクを公開します。こちらです。まあ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 割と綺麗なんじゃないかなと思うんですよ。割と綺麗だと思いますよ。なんかね、実写用のサングラスとかね、自作 RPG 用のテストプレイ用のゲームコンとかありますけど、まあまあまだ綺麗な方だと思うんですよ。人によってはここにペットボトルのね、積みがドドドドってなっちゃったり、なんか、えらい見事になってるんですけど、まだ綺麗な方じゃないかなと私は思います。はい。ただしね、オタクっちゅうのは変わんねえな。今回使っていくモンスターは、デスゴーゴンプリズンニュンニュンデンタザウス。なんだこれはなんだこれだと。あのね、落ち着いて聞いてほしいですよ。今回のコンセプトがあります。それはですね、姫プレス。まあ、350回も実況やっているという身としては、そしてね、皆さんが見てきた身としてはね、デスゴーゴンやデンタザウルスっていうのは、とても強いモンスターだということは、理解でき、いただけていると思うんです。まあ、なんていうかね、まあ、じゃあ軽く解説しますと、デンタザウルスは要塞です。はい。ほとんどの攻撃がね、耐性を持っている要塞ですね。はい。で、デスゴーゴンは、属性攻撃、呪文攻撃はダメなんですけど、属性攻撃だから火の息とか、そういう系は全然もう受け付けない。もう、とにかく硬いモンスターです。さあ、そしてね、真ん中のプリーズニャンニャンニャン！そう！今回のコンセプトはですね、強い2体とりあえず入れとけば、真ん中がどんなやつでも、なんかそれなりに高いんじゃねえかっていうのがコンセプトです。あ、バギーやばいね。これ、デスゴーゴンが飛んじゃうのよ。デンタザウルス硬いですよ。おい、71。おい、71。おい、71。さあ、行きましょう。ヒメプということでね、この可愛いプリズニアンの、親衛隊の力を見せてやるぜ。なんじゃこりゃは。さあ、親衛隊、プリズニアン親衛隊ということでね、今回は、やっていきたいと思います。まあまあまあ、皆さん考えたことあるんじゃないですか。まあ最近のアーケードゲームって大体こんなんじゃないですか。なんか強いモンスター並べてさ、真ん中にするとさ、なんか趣味を枠を置いときゃさ、なんかそれなりに成り立つみたいなさ、そういうアーケードの悪いところを顕著に表したチームです。いや、趣味枠を使うのにさ、やっぱさ、強い、あ、何、好きなユニットとか皆さんいると思うんですよ。やっぱ好きなキャラとかね、それを生かすためにどうしようってなった時に必ず入ってくるのが、最近のアーケードゲームではね、もう特に黒ブレなんかそうですよ。黒ブレとかそういうゲームはね、もうこれ言いたかっただけなんか、今日もしかしてこの実況はこれを言いたかったためだけに僕は実況を撮ってるのかもしれません。ただし、理にかなってるんですよ。強キャラ生かすためにじゃあどうすればいいのかと。他にね、相性のいいユニットを探すとか、そういう手もあるんですよ。あー、で、そこもね、やっちゃったね、これ。さあ、親衛隊、これ当てれるか、自覚の問題です。さあ、行きます。自覚。さあ、せーの。はい、当たったんだよね。当たったよ。よう、マヌーサス部隊から当てたな、お前。あー、プリズニャンが。姫様が。我らが姫様になんてことを。行くぞ、シャドウ。まあ、今回アルミラージにしなかったのは気分です。アルミラージでも同様のことが成立します。ぶっちゃけ言えばこれは親衛隊強えなまあぶっちゃけなんかね、大会モンバトル大会もね、このなんかデンタザウルスがデスゴーゴンやのがね、2体挟まって真ん中にね勇者が入るとか、そういうパターンをね死ぬほど見てきましたからね。はい。だからたまにはね、趣向を変えてこういう形というのもいいんじゃないかということで、今回のチームは組んでみました。ただ、これは正直言うと、これは面白くないチームですね、非常に。
オリジナリティに欠けますね。はい。正直、誰でもできる、こんなん誰だって作るだろう、これな、こんなチーム。さあ、気合い貯めました。行くぜー、よいしょー。さあ、姫様のためにテンション上げて、プリツン姫、シャドウ、氷の呪文で攻撃するにゃーん。さあ、ラスト、決めてくれー。ここで、踏み潰すんだね。踏み潰すストライクいきます。いきます。踏み潰すストライク、せーの、はい、よいしょ、うわん、501! お!続くぜ、この動画。しかも相手にとって不足はねえな、正直。ひねっぽを許さない。ぼっち。ぼっち。ね。卑怯者。来ましたか ?HP5000 のバケモンが。レッツゴー!行くぜ、みんな!プリズナー親衛隊突撃!プリズナー親衛隊突撃しております。さあ、ダークブレス、こんなもんね、デンタとゴーゴンがね、余裕で経験してくれるんでね、こんなもん。ほらもう、でもプリズ、姫に至って避けましたからね。はい、プリズン姫は避けました。もう。まあでも、最近のアーケード事情を見るとね、本当にこうだわって思うわ。なんか、納得いかねえわ、正直。で、まあ、モンバトに至ってはですね、何がいいかって、金額積み切れにならないことですよね。何がっていうと、デスゴーゴンやデンタサウルスって、あれデスゴーゴンやデンタサウルスって、これ100円で手に入っちゃうんですよ、ノーマルカードがね。そう。だから、シークレットが必ず強いとか、そういうコンテンツは覆してるんで、まだ優しいゲームですよねって思います。ちょっと待ってーな。ちょっと待ってーな。シークレット出てきたやんか。シークレット出てきた。エルギーかなーと思ってたらなんか出てきたぞ。おい、マジにダークドレアムって言っとるぞ。おい、大丈夫か?おぉ来ましたね。シークレットやねんか、お前。お前、課金やないか、お前。さすがに大魔王カードは、レア枠なんでね。ナイトリッチやデンタザウス、デスゴーゴー、メタルハンターのように100円でね、買えるようなユニットとはいきませんが、課金ユニットめ。まあ、無課金なんだけど。まあ、あれ。まあまあ、このゲームでは無課金なんだけどね。うん。さあ、こいつら、プリズン親衛隊、いけるか?耐久は問題なさそうだけどな、火力がどうかって話だよね。絶技枠で食らうわけにはいかないんですよ。こんなん食らった日にはプリズン姫が飛んでってしまうんでね。はい。うちのプリズンちゃんを大事にしてあげて。デスゴーゴーとデンタゾスが睨みを聞かせております。あー、たぶん200弱かなー、多分。うん、そうだね。メロリーミストの会心でやった方がいいかもしれない。それだったら。お前は何をやっとるんだ?おめえは何をやっとるんだ?ダメだって。会心でやっていくしかないかもね。まあ、でも、耐久はなかなかある方だから、方向が、これプリズンに飛ぶな。避けろ!プリズン!はい!避けろ!おぉ!食らうか。あー、姫ー!プリズン姫ー!オタサーの姫、何をやってるんだ!オタサーの姫ではない。オタサーの姫、何をやってるんだ!大丈夫だ!親衛隊がね、やってくれる。よくも我らのプリズン姫を、この野郎 !307! よくも我らのプリズン姫をやってもらってくれたじゃねえか。俺たちが、あ、さあ、プリズン姫、今度こそ行こう。いやー、返してほしいね。ベロリンミスト、行け!よいしょ!なー、こんなもんか。厳しいなー。うわ、十字の成功が、邪悪を滅ぼす。大丈夫、デスゴーゴーとデンタが経験してくれる。プリズン姫止め、うわぁ、避けたー、避けた。プリズン姫避けたー、よっしゃ、でかい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 。プリズンが避けた、マジででかいぞ、今の。いいよ、プリズン。食らってたら多分もう500くらい飛んでるからな。いけ、頑張れ、いけるいけるいける。
行くぜ。微妙なとこだな。5ターン目まで持ってくるからこれ。これね、厳しいね、ボーダー。ちょっと攻撃外しはもう許されないよ。多分。回心欲しいね、そうすると。よいしょ。硬い。やばい。ドレアムはやばすぎるか、相手にとっては。あー、方向やばいなー。てか、方向からのグラウンドクロスさ、よく考えたらさっき受けたんだよなー。よくよく考えたらさっき方向からのグラウンドクロスだったのか。それさ、300押された奴らってすごくね彼らすごくねよくよく考えたら。さ、行ってこい。よいしょ。あー、やばいなー、これ。やばいよー。やばいよ、このターンに、とどめボーダー乗せないとダメだよ。大丈夫、いけるか？回心あればいける。1回心欲しい、これ。いやー、回心ないときついよ。あ！え？おっと、相手の攻撃、電撃操戦、ダブルギガスロー！うわー！やめろ！やめろ！え？え？え？ちょっと待って！え？よ、お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 、電撃操戦、ダブルギガスロー！行くぜー！よけろ！頑張れー！姫破れたし、親衛隊も破れたし、やってきました冥府の奥底さあ、さっきはね、赤目ダークドリアムにくしくも敗れてしまいましたが、ではこいつならどうでしょう。さあ、行くか。冥府の帝王、ガーディスです。果たしてこいつが黒ブレに出る日はあるのでしょうか。私はですね、マイナーゆえにないと思っています。でも HP はさっきよりだいぶ削りやすくなったと思うんだよね。6000しかないし。まあもちろん耐性はダークドリアム並みの耐性を持ってるけど、あと状態上ね、君が持ってんのは。やばい、ガイスタッシュ来た。さあ、ダメージは親衛隊を抑えてくれますが、プリズンが問題です。せーの！うわぁ、391食らってんのか、プリズン。プリズーンプリズン姫親衛隊出番だぞ我らプリズン親衛隊行くぜプリズンがなんとか動かなくても、この親衛隊2体がやってくれるはずや。行け、頑張れ、よいしょまあもうそれっすよね。ワンの、まあ割と初期に出たキャラなんですよ、プリズンやんて。でも、割と僕好きです。可愛いんで。そんなね、彼女、彼を活躍させるためにね、組んだチームがこれですよ。もっとまともなチームあっただろう。に、350回もやってんのになんでこんなチームしか思い浮かばねえんだよ。さあ、今のところプリズン何もやっていません。はい。ベロニーミストも外しましたからね。ちゃんと外してくれましたからね。はい。状態中止まり。さあ、問題ここ。うわやばいね。これやばいよ。デスゴーゴン、新エタルデスゴーゴンも呪文に弱いんで飛んじゃうんですよ。期待できるのはデンタサウルス。ただ一匹のみ。どんなもん？痛い！いや、ここで逃げちゃダメだな。ここで逃げるわけにはいかない。5ターン目に天使の歌を歌うためには、ここで、おっと、相手の攻撃。え？耐えるかな？まあ、親衛隊いるんで耐えるでしょう。親衛隊がいます。大丈夫です。耐えます。耐えたけども、耐えたけどもだ。なんとか耐えたが厳しいぞ。これ4ターン目に、ガーディス確か、凍てつカードを使うよね。オーケー！配信でした。よーそれ。プリズン姫本気出したが、踏みつせーの、よいしょ。さあ、どうする、どうする。いや、でも凍てつカード押されたら負けだよな。結局凍てつカードにかけるか。あ
外した。波動が来れば割と勝ちなところまである。凍てつく波動を引ければ勝てる。そうすればマリベル城がやってくれる。さあここ大事よ。オッケー。おお、これは来ましたよ。さあ来ましたね。プリズン親衛隊が本気を出しました。これは勝ちでしょう。ではマリベル城よろしくお願いいたします。負けはない。もう負けはないね。とどめは最後にやってもらうだけだ。あとは。よし、行け！よいしょ！オッケー！よー！勝ったな。これ勝ったわ。さあ、踏み潰す。もうね、とどめボーダーも乗ってますしね。問題ないです。避けられたら問題なし。大丈夫だ。このターンはこういうことになるから。このターンはね、ドルモアとかそういう攻撃禁止はしてこないから。で、ここでやられても天使のね、歌で復活するんで、ここは問題なしですね。よーし！親衛隊頑張ったな。いやー、親衛隊頑張った。プリズニャン頑張ったなー。プリズニャン、プリズニャン頑張った。こういう時にね、言うんですよ、人は。横の2体の、力じゃん。これどう見てもさ、横2体の力、いや、プリズンが頑張ったんですよ、プリズンが。あの会心見ました。あの会心見ましたよね。はい。あの会心がなければここまで来れてませんよ、きっと。だからプリズンが頑張ったってことですよ。って、人は言うんですよ。わかる？これがね、おたさーの姫よ。さあみんな、おいでー。なに？プリズンが？なに？プリズンが？なに？ミヤケが？なに？ミヤケさんが？プリズンが？行け！プリズン親衛隊！おっさんたちを呼ぶぞ！行け！プリズン親衛隊！行けー！うわー！なんや。結果何が伝えたかったかっていうと、モンバトって両芸なんですよ。黒ブレって、課金ゲーっすね。